こんにちは、京子です。今日は100円ショップでジェルネイルに使えそうな筆を見つけたので買ってきてみました。今日はこちらを使ってみたいと思います。私が買ったのはキャンドゥさんで販売されているこのほぼ100均ネイル、しずくさんのグッズです。ちょっと光っていて見にくいので一回袋から出します。袋から取り出しました。販売されていたのはアート用の細い筆とライン用の細長い筆です。裏を見てみると少し用の前にっていう説明と、その下に使用方法が書かれています。どちらも書いてあることは同じです。まず筆にはのりがついているのでこれを落とします。でペーパータオルなので水分拭き取って乾かしてから筆を使います。これですね、のりついてるのでこれをまず落としてから使います。ここの使用方法はマニキュアを使う人向けに書いてあるんですが、ジェルネイルにも使用できますって書いてあるので、私は今回こっちでやってみます。筆を洗って乾燥が終わりました。こうして見ても結構細い筆先なので、どんな風に書けるか楽しみです。で、今回はジェルネイルでアートをしていくので、ベースカラーに白と茶色を塗ってみました。これを使っていきます。今回ベースに使った白はプチプラさんのミルクっていうカラーです。白く塗った方はこのようなツイードネイルを作りたいと思います。これピンクとゴールドでできているので、私が持っている似たカラーのこちらの明るいピンクと少し濃いめのピンクとゴールドのラメを使います。さっきパサパサだったので一旦クリアジェルにつけて、つきすぎている分を軽く取ります。この方が筆先扱いやすくなります。まずは薄めのピンクから描きます。ライナーって言ってもツイードなのでそんなきっちりまっすぐ線を引く必要はないので適当で大丈夫なんですが、ちょっと引いてみます。100円だけど十分綺麗に引けそうです。で、ツイードは全部一定の太さで書く必要がないので、こう太かったり細かったり途切れさせたりかすれたりしても大丈夫なので、どんどん引いていってください。
1色目が引けたので硬化します。次に濃いめのピンクでまた線を引いていきます。濃いめのピンクはさっきよりもちょっと量が少ない方が綺麗です。引き終わったら硬化します。で、私はここでもう一回ちょっと薄めのピンクを引きます。濃いピンクの上にちょっと重ねて、これだと複雑にツイードが織られている感じになるので、ちょっとピンクを、薄いピンクをもう一回足しました。これはめんどくさかったらしなくても大丈夫です。これでまた硬化します。ラメで引くラインはそんなにたくさんない方がいいと思います。じゃないとギラギラな印象になっちゃうので、まあ、アクセント程度にあればいいかなと思います。ギラギラが好きな人はいっぱい引いてください。で、この筆の使用感なんですけど、100円でこれだけ使えたらすごい便利です。変な日本語だけど、もしかしてすごい使いづらいんじゃないかと思ったけど、全然そんなことないです。綺麗に結構線引けるので、筆って消耗品だからあんまり高いの買いたくないなっていう人は結構これでいけると思います。これで硬化させます。で、筆は使い終わったら軽く一回拭いて、ついてる色を簡単に取ります。で、あんまり強く挟んで引っ張ると多分抜けちゃうので、軽く挟んで拭き取ります。で、しまう前にもう一回クリアジェルつけて、軽く拭き取って、こういうキャップがあればキャップをして保管します。で、こちらが出来上がったツイードネイルです。で、このままだと何回も線ばっかり引いていて表面ボコボコなので、厚みが出せるトップジェルを使うか、一回クリアジェルを塗ってからトップジェルを塗って完成させます。こちらの筆を試すアートは、やっぱり白ベースを塗ってちょっとハートを先にたくさん描いて、そこから使ってみたいと思います。
2種類のピンクを使ってハートを描き終わったところです。この縁をこの細い筆を使って輪郭を囲んでみたいと思います。ちなみに今このハートを描いたこちらの筆はホルベインの 33R ミニリセイブル2番っていう筆で、画材屋さんで買って昔買ったのでちょっと値段が古いんですけど、税込み368円っていうとてもリーズナブルな筆です。ただネットで検索しても出てこないんですけど、公式のホームページにはあるので、画材屋さんとかもし行かれる方は見てみたらいいと思います。結構これアートに使いやすい筆なのでおすすめです。100円っていう値段考えるとすごくよくできた筆だと思います。結構思ってたより細めの線も引けるし、毛先も結構扱いやすいので、自分でやってみるっていう人はまずこれでも全く問題ないと思います。耐久性はちょっとわかんないですけど、そんな1回や2回でダメになるとは思えないので、お買い得だと思います。このデザインだったらラメで囲っても可愛いと思う。ラメの方が可愛いと思うんですけど、今回細い線が引けるか試したかったのでライナージェルを使ってます。これで硬化させます。こっちの筆も同じように拭いて毛先をきれいにしたら、クリアジェルつけて
軽くなじませて拭いて、これでしまっておきます。そうしないと結構早めに毛先バサバサになっちゃうと思うので、クリアジェルはつけておいてください。これもキャップをして保管します。キャップがない人はアルミホイルで先端くるんであげてください。こちらも先ほどと同じように仕上げます。2つの筆を使ってアートが出来上がりました。右側が筆先の短いアート筆、左側が筆先の長いライナー筆を使いました。どちらの筆も100円でこれだけのものができるとは思わなかったので、本当にこれおすすめです。サロンではちょっと使わないですけど、自分で自分の爪にアート楽しむ人とか、チップに書く人とか、どんな筆か使ってみたいっていう人にはおすすめです。100円なので、まあダメになってもすぐに変えられるし、何本か持っててもいいんじゃないかと思います。今回の動画が役に立ったらいいねボタンを押していってくださいね。チャンネル登録がまだの方は登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。